B!E! せーの、声質イエイイエイできた。第1回、エナポリンの私服争奪会ぐーイエー欲しい欲しい。もうシリーズ化決定、はい、え第1回って多分定期的にあるかなと思って確かに、勝手にして確かにね。これ、脱ぎたてをくれるんですね。そうです。これもじゃこれは今日下ろしたばっかの服だから、ダメダメ、帰るもの。かわいいダメってかわいいって脱ぎたて。えなこさんに持ってきたやつを着てもらって、でも着て、でも出てくる。え、それメルカリチャンスありますか？すぐメルカリで。でも今回その着てない新品の状態のもの結構あるんで。今回何個ご用意いただいたんですか、えなこさん。え、わかんない。6すごい。え、じゃあ順当に行けば全員ね。確かに。まあでもこれ争奪戦ですから。確かに勝った人が総取り。じゃあ6着全部もらえるかも。確かに、うん、逆に、確かに、逆に確かにね、うんうんうん、でももらえないっていう可能性もある。もちろん。では今回クイズなんですけれども、はい、何のクイズでしょう、うん、ヒントはえなこさんです。ヒントはえなこっていうことはえなこクイズではないってこと。ウィキでやったからね。ウィキだったのね、うん、え、芋クイズ。もう今日なんか僕がやろうと思ってたクイズにドンピシャの服着ていただいて。え、好きな食べ物。違います。え、偶然ね、その服なんですけど、皆さん、さつまいもといえば今は秋。そう、秋。今回は秋の味覚のクイズでございます。どういうことだ。さあ、ということでこの秋の味覚にちなんだクイズを今回お出しします、うん、で、はい、お手元のいつものやつです。ピンポーンってやつね、はい、で今回えなこさんはもう皆さんを見守っていただいて、高みの秘密で、クイズが終わったら一回でそのえなこさんにこう服を選んでもらいますから。えなこりんチョイスで、私が選ぶんですか。はい、えなこさんチョイスで、あ、もうじゃあこのクイズ正解者には、はい、これをあげようって感じで。ガチャ予選、ガチャ予選もえなこガチャです。なるほど、楽しみ。やっぱり秋といえば僕ね、サンマ好きなんですよね。あ、美味しい、美味しい。お腹空いてきた。問題です。鮮度のいいサンマの見分け方。あ、なんだっけ。なんでしょう。あったよね。なんか聞いたことある。うわ、全部。はい、心ちゃん。鱗の光り方が青い。残念。違うんだ。でもぽいぽい、なんかさ、そんなようなあったよね。あった。心ちゃんは今全員が答えるまで回答権がなくなってます、はい、はい。麺玉がぐじゅぐじゅじゃない。あ、残念。あ、よかった。じゃあヒント出します。顔付近に何かがあります。じゃあ近いじゃん。知ってるかな。え、シュッとしてる。シュッとで思いついた。え、じゃあちょっと違う。思いついてさ。早押し、早押して。あ、そうだわ。あんた、あんた早押して。あの、牙がある。あー、残念。え、でも鮮度の良さだからさ。ごめんって。私も、はい、適当。なんか、おでこが出てる。お、残念。やっぱり心ちゃんじゃない？全員勝ちました。あ、フリーでやってください。はい、ピンポン。はい、どうぞ。口から血が出てる。あ、口から血が出てる。残念。確かに、フレッシュな感じ。口っていうところいいですよ。そう、口がどうにかなってるんです。どうにかなってる。なんか唇みたいなの感じだったんけど、はい。口が閉じてる。全然違う。じゃあ口が開いてる。あ、違う。もう大ヒント。口はね、色なんです。唇の色が青い。あ、残念。口が白い。あ、白じゃない。なんだこれ。口が黒い。あ、黒じゃない。はい、青い。あ、もう言った。あ、言った。言ったっけ。赤、残念。赤じゃない。ピンク。あ、違う。え、何？何？黄色。正解。やった。え、待って、全然そんなことあったっけ。そうなの？そうなんです。鮮度のいいサンマはですね、口先がほんのり黄色い。らしいんです。秋っぽい、秋っぽいね。もみじだね。ちょびってこう黄色いですね。それで鮮度がわかりますよ。へー、そう
わということで1問目はココリさんが取りました。やったー、やかなっけ、やばい、顔を見てちゃんとチョイスしてくれてる、よし選びました、はい、嬉しい。ココロちゃんに選んだのはこれです。わー、かわいい、めっちゃかわいい、そう、これはリボンがついてて、こういう感じで、リボンやるんですけど、かわいい、でもこういうのチャレンジっぽいしたことないから、なんか番組衣装っぽいなと思って着たけど、確かに、着たけど着なかったんで新品です、これ。え、超かわいい、かわいい、なんかついてるリボンも、ありがとうございます。リボンいっぱいついてるよ、かわいいだけど、超かわいい、ぽいぽい。なんかココロちゃんってなんか結構水色とか青のイメージが個人的にあるんで、なんかめっちゃ似合いそう、嬉しい、よかったね、ありがとうございます。問題です。ぶどうの収穫量、ナンバーワンの国、国、国、出た、まさ、出た、国、うわー、わかんない、どこでしょう、はい、イタリア、イタリアは違う、カリフォルニア、アメリカ国って言ってる、ごめんごめんごめん、アメリカですね、アメリカ、はい、違う、はい、はい、フランス、ね、え、違うんだ、え、じゃあ思ってるとこ全部行っちゃったもん。ちなみに今出てきた、イタリア2位です、うん、へー、アメリカ3位です、へえ、分かったけどもう解答権ない、そう、今つんぽさんだけが言うとする、ね、やべ、全然分かんないけど、でけえ国言っとくかロシア、残念、うん、え、でかくね、これで全員の回答には復活しました。チリ、おお、8位、でも6位、チリ、オーストラリア、あー、ね、あー、ブドウってそもそもなんかどんな地域で育つような果物なのかもピンとこないの、お日様当たるとね、嬉しい、はい、日本、ね、はい、中国、正解、わかりました、でかい、はい、ということですね、ブドウっていうその種類全般に分類したときに、うん、一番世界で、生産量、収穫量が多いのは、中国になります。へぇー、統計としては2018年調べにはなるんですけども、中国がですね、あと約 18% でございます。さあ、ということで、今回のゲームは瀬川さんが取りました、やったえ、なんだろう、ねえ、つんちゃん、え、めっちゃ可愛いか、めっちゃ、あ、このデカパーカーです、え、可愛い、これも新品です、タグ切っただけなんで、ありがとうございます、え、なんとかそう、ね、めっちゃ高いんです、これ中もこもこだ、そう、裏起毛なんで、あ、いいやつだ、めっちゃいい、冬いっぱい着ます、やったー、ありがとうございます、素敵だ。では、次の問題に行きたいと思います、はいはい、よいしょ、今年、もうね、松茸初競りが行われております。今年のね、9月の17日に初競りがあったんですけれども、うん、その初競りの最高額1キロあたりいくらだったでしょう。もうこれまた1キロってけどゆくね、いくつ、何個入ってるの、だって1本でさ、5000とかじゃない、ね、1万とかもあるもんね、クソデカ数字言う400万ダメ、それよりもっとする、する、なんだする、縁起物だもんね、600万ダメ、もっとする、するじゃあ1億ダメ、もっとする、全然小さい、1億やばい、じゃあ2000万ダメ、それよりする、それより800万あー、残念、それよりもうこれフリー、もっと上、え、じゃあ、1200万あー、残念、それよりした、じゃあ1000万残念、それより上、え、微妙、1100万あー、残念、それより上、1185万、数字を言う問題ですよ、何だろう、そして数字を、いや、いいだけの問題です。
今年のですね、初競り、過去最高額を、1キロ換算すると、1185万円相当の松茸が換算すな出ました1本いくらかなんかということで、吉田さん、やったー、500万円獲得でございます。1185万円。やった。吉田もこれのワンピースにします。かわいい、もうかわいい、これ見た、見たことある。PP コースも着てたんですけど、やった、着てたやつ。なんかこれ、あの髪切る前に買っちゃって、切った後ちょっとなんか合わないなってなって、まあ一回着てとりあえず、うん、って感じで、ちょっともう着ないからあげます。やった、ありがとうございます。かわいい、似合いそう、似合いそう、着ます。ラグジュアリーな感じ、ね、やった、いいだわ、いいだわ、やりましたわ、やりました、ありがとうございます。やこちゃん、各種本当にそれぞれに似合いそうな、うん、このラインナップですね。みんなセレクト、やったー。じゃあ次の秋の味覚は、うん、ナスです。好き、あー、もう美味しい、ナス。そんなナスなんですけど、うん、問題です。はい、ナスってどこの国から伝わってきたんでしょう。え、ナスの原産地はどこだ。メキシコ。ダメ。インド。お、すごい。なんかね、あれミスター味っ子かなんかで見たけど。漫画が強っ。びっくりした今。山のさ、知識常に漫画から来てる。そう、雑学。インドの、原産の植物なんだそうです。ナス。で、じゃあエロさん、はい、続いての衣装を。これです。わ、かわいい、かわいい、これもやばい。髪切る前に買っちゃったんで、ちょっとイメージ違うなって思って着てない、まだ新品です。あ、ね、値段が鍵。ありがとうございます。すごい、やった、服がどんどん増えるの。これもやばっぽい、ぽい、ありがとうございます。しかも私、袖あるのあんまり買わないから嬉しい。やっと袖、確かに、やっと袖が袖ちぎられ部なんで。そう、袖ちぎられ部なんで。さあ、今のところ吉田さんが2枚獲得ということで、すごい、やった、すごい。さくみさん大丈夫ですか。ちょっともう次こそはって思ってたんですけど、今の速さにはちょっともう勝てなかった。無理だった。端っこ読んでないからだよ。そうだよ、端っこ買わなきゃ。で、次の秋の味覚なんですけども、まあ、これはもう絶対ね、秋なんです。秋か冬、かぼちゃ。あー、すごい。しかもこの時期ね、やっぱりかぼちゃといえばハロウィンがありますから。確かに。いや、そんなかぼちゃからですね、クイズを出させていただきます。かぼちゃというのはいろんな種類があるんです、うん、ね、で、日本市場におけるかぼちゃのほとんどはですね、西洋かぼちゃという日本の品種なんですけども、この日本の品種の西洋かぼちゃの、まあ、元になったというか、かぼちゃの種類があるんです、うん、別名日本かぼちゃとも呼ばれるんですけど、そのかぼちゃの名前は何でしょう。とあるかぼちゃが、その今日本で大体流通しているかぼちゃの、まあ、親元というか元ですね。なんとかかぼちゃっていうかぼちゃ。そうです、そういうことです。なんかじゃあこういう感じかな。ヤマトかぼちゃ。おー、なるほど、みたいな。そう、でもそういうことです。残念、日本のです、あの品種名ですね。お化けかぼちゃ。もう一回ちょっと考えます。閉じちゃった。聞いたこと、はい、これ栗かぼちゃ。何、栗かぼちゃ。聞いたことある。正解。すごい、すごい、そうなんですね。はい、これがですね、まあ、その日本で今大体市場に出てくるかぼちゃのほとんどは西洋かぼちゃ、日本人で栗かぼちゃっていうのが、まあ、主流なんです。大体その栗かぼちゃというのが皆さん の, そのスーパーとかによく売ってる、あの緑のやつ、緑のやつ、はんはん、あれは栗かぼちゃって言いました。あ、かぼちゃだ。そう、クックパッドで栗かぼちゃって書いてあった。へー、ではえなこガチャお願いします。やったー、食べちゃいます。これです。あー、かわいい、かわいい、なんか胸元がハートに開いてるんです。え、めっちゃかわいい。そう、ちょっとエッチでかわいいので、ただ猫の毛がひどすぎて新品なんですけど、コロコロしてから、すごい。じゃあチャムチャムちゃんの石も受け継ぎ、石も受け継ぎ、ほんとすごいな、これ。ここからクローンを作ろう。ほんとチャムチャムクローン、チャムチャムクローンを私は作ります。
やばい、塊でついてる。塊だった。黒作り放題、ね、そうなんです。超似合いそう。ありがとうございます。じゃあもうついにあれ出しちゃおうかな。えなこさんが推しているさつまいもからクイズを出していこうと思います。さつまいもの花、白と何色でしょう。どうぞ。黄色。ダメ。違うんだ。黄色のイメージあった。わかる。水色。ダメ。なんか紫。なんか2回もやっちゃった。赤。もう何色言ったか覚えてない、ね、緑言ってない。緑。残念。え、超ヒント言いますね。えなこさんです。ええなこさんで言えば、あ、あ、早かったね。えなこさん早かったですよ、はい、え、赤、え、言ったよ。ピンク、ピンク。はい、ごめんなさい。ピンク。正解。誰か言ってた。ということで、さつまいもはピンクの花が咲きます。へー、かわいいね。周りのパサパサが白くて、中心がピンク色の花が咲きますね。朝顔に似たような花が咲きます。なるほど。はい、ということで、ここじゃ3枚目ですよ。いいんですか、そんなにいただいて。すごい、でも絶望してたから確かに。一番絶望してた。心ちゃんには、これです。あー、かわいい。これもまだ新品で、え、本当だ。ディズニーで買ったやつなんですけど、赤ちゃんみたいな。そう、ちょっと夏終わったからいいかと思って。でもこれ衣装とかでも着れそう。そうそうそう。ありがとうございます。たくさん着ます。では、これがなんと最終問題でございます。最終問題。栗です。栗。わー、栗美味しいね。モンブランとは。栗などを原料とするクリームを生地の上にこうね絞りかけたケーキです、うん、山の形に似せて作ったことからこう呼ばれるんですけども、うん、名前の由来はアルプス山脈、モンブランっていう、うん、実際山があるんです、うん、イタリアとフランスの最高峰、じゃあフランス語では何を意味する言葉でしょう。モンブラン。え、またフランス語か。なんか思い出される。万年筆。だね。モンブランってブランドあるよね、万年筆。そうなんだ。だからそれなのかなと思って。だから全く違う感じになる。そう、違う解釈の意味がある。モンブランって山もあるし、そのモンブランっていう別の意味がある。モンブラン、どんな見た目してます？おっぱい。え？ここ何回か繰り返してた。おっぱい、おっぱい、おっぱい、おっぱい。形、色。形、色。あ、白い山？ん？え、何？正解。え、だってアルプスだから白い。素晴らしい。え、本当？そう、モンブランは白い山という意味。本当だ。本当です。もう普通のケーキの方のモンブランもですね。上に振りかけられてる白い粉が、それをその白い山に見立ててるらしくて、モンブランっていうのはフランス語で白い山という意味なんです。素晴らしい。続かないですけど、まあでも余り物なんでどうぞ。いやいや、余り物ね、服ありますからね。でもこれさきみーにあげようと思って用意してたやつ。これこれ着てたやつだ。そうそう、着てた。着てたやつで、なんですけど、さらにこれあのお洋服と一緒のリボンがついてて、ポニーテールとかに刺すとめっちゃ可愛い。可愛い。めっちゃ可愛い。これあげます。やった。しかもさきみーにめっちゃいい丈の長さ。そうそう。やばい、リボンがはまってる。ありがとうございます。あ、よし。ありがとうございます。可愛い。嬉しい。これ何の動画か忘れちゃったけど。見た、うん、かわいい。かわいい。なんかさ、イタリアの少女みたいな感じがする。白い山、うん、で白い山、うん、白い山。かわいいな。ありがとうございます。嬉しい。
さあ、ということで今回洋服衝突クイズやってきましたが、皆さんいかがですか？嬉しい嬉しい。あと雑学も仕入れて楽しかったね、地味に。なんか誰かに明日話したくなる。知ってる。心ちゃん大量だって。ね、嬉しい、本当にたくさんもらいました。うん、じゃあ最後にもう一問。やってみますか。あ、やだ、なんかこれ誰かにあげなきゃいけないとかですか？だったら参加したくないです。でも最後の問題はめのこさんにもちょっと参加していただいて、一人一回しか回答権のない問題にチャレンジしていただきます。もし全員失敗したらもう全部没収。芋が剥ぎ取られる。それまで着てる服も全部没収。やばい、やばい。その皆さんに今獲得してる全ての服をかけてラスト問題に挑戦していただきます。これもえなこさん芋から。また芋だ。問題です。さつまいもを食べるとこういう効果がありますよ、こういう効果で体にいいですよって言われている一番のさつまいものポイント、効能、そう効能、さつまいものセールスポイント、どこでしょう。これみんなで1個当たればいいってことですか？まあ誰か1人が正解にたどり着けばいいです。あれだよね、はい、やくさん食物繊維。正解。えのこさんを解答したディレクターがミスだった。やったー。そうなんです。あのさつまいもはですね、食物繊維が豊富な食材として非常にあの女性にやあの嬉しい食材なんですけども、腸内環境を整えてかつ免疫力をアップしてくれるので体の調子とかも良くしてくれるという。食べよう、帰ろう。ということで、はい、食物繊維です。正解でございます。やったー。じゃあ今度からエロさん、あの、あ、これ私分かってるわって時は何か間違えてから説明して。全く正解すると思わなかったし。まさかと思ったんですけど。はい、ということで、じゃあ皆さんそれ以上持って帰って。やったー、ありがとうございます。見事にね、皆さんね、1人最低でも1着はゲットしてる。うんうん、ね、またコーラちゃんの方は、はい、うん、でもえなこさんから服もらえるってね、すごいレアじゃないですか。いや、レアだし、えなこりんの着てる服をいつも見てて可愛いなってすごい思ってたので、うんうん、なんか似てるような服とかを探したりしたこともあったからすごい嬉しいです。ね、うん、この動画が面白いと思った方はぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録はこちらです。そしておすすめの動画はこちら。せーの。